久保さん、今回ビジネスで最もやばい言葉にしましょうかビジネスで最もやばい言葉 <laughs> これちょっとパクリなんですけど <laughs> あのなんだろうなあの知っているって言葉ですね俺は知っているとまああの,、ま、あの今回ですねまあ、鹿児島合宿久,久しぶりにやったんですけどあの知っている なんか知っていることも教えたんですけど、気づきがあったわけですよ。でも知ってたんですね。だけど、すごく、まあ、音声対談も取ったんですけど、最後ね。あの、その気づきっていうのは知ってたんですよ。知識としては。もうすでにね。だけど、より深く今回理解して、あの、まあ、実は知っていなかったっていうね。やれていなかった。まあ、やれてなかったってことですね。だから、多くの人は、 なんかノウハウコレクターの人って多分、あの、知っていることじゃない刺激的な情報が欲しいんだと思います。うん。僕は同じ動画を何度も見るんですよ。で、何度も見るっていうのは、知っているじゃダメなんですよね。要はそれを使いこなせないといけないので、あの、知識は、あ,あっても使えなかったら意味ない。<laughs> 知識はあっても稼げなかったら意味がないと僕は思いますただしこれは知識を得ることによって満たされるそして幸せになれる趣味読書が趣味です知識財産知識をため込むことが僕の幸せですっていう人に当てはまらないんですけども僕はビジネスは売り上げを上げることなので知識を知っていたとしても意味がないと思っていますそれはビジネスをやってるからですね うん、なんみんなビジネスをやってないんじゃないですかね単純にただ刺激的な情報を求めているうーんそしてあの脳汁が出るっていうね <laughs> 脳汁を出すことに快楽を覚えているうーんじゃなくて何度も何度もあのなんだ知っていることですら聞いて自分で知っているを使えるに変えていかないといけないわけですから うん、僕は何度も聞きますね。だから、何度も聞くことによって、うん、因数分解ができるんですよ。要は、何だろうな。分解してその物事をか考え、捉える、考えられるようになるんですよね。でも、一回だけだと、何だろうな。うん、1たす 1, 1は2みたいな感じなんですよね。でもビジネスって、 1たす1を3にするとかね4にするとかなんかイノベーションを起こすとかねなんかそのまあそういうことなんですよそう何かを作り上げていくとか何かを提供するとかだから付加価値っていうのも、うん、正直付加価値ってその人によってその値段変わってくるわけですよだから1の人もいれば付加価値がその付加価値が10の人もいるわけですよ100の人もいるわけですよ でできるだけその価値っていうのは上げていかないといけないですよね。じゃあ、ここに対して1たす1は2ではなく、3、4、5、6っていう付加価値をつけていくことがビジネスで、もしそれがつけられないんだったら、ただの価格競争ですよね。あさっきコンサルしてたんですけど、そうコンサルしてる時もなんかそのねフロント商品で安い商品ですね。390円の商品、僕のパクって390円の商品出すらしいんですけど、なんかもうセールスレートはちょっと見てほしいと。 で、マインドセットの中で、まあ、まあ、図星だったんですけど、結局、安ければ売れるみたいなね。なんかそういうマインドセットがあったんですよ。いや、安くても無料でも、あの、それを必要性を出さないと価値を感じれないんですよね。だから、言ったのが、無料のティッシュでも受け取らないよと。そこに必要性がなければ、みんなね、なんだ、ティッシュか、有料で買ってるのにもかかわらず、ポケットティッシュ受け取らないわけですよ。なんでかっていうと、今必要じゃないからなんですよね。 今そこじゃないと。今俺は急いでんだっていう話ですよね。だけどそこに絶対的な急いでたとしてもでしょ。今必要っていうことであるならば受け取るわけですよ。例えば花粉の時期でね、もう鼻水たらたら出てしゃあないっていう時に、ピッてポケットティッシュがね、無料でいったらね、絶対受け取りますよね。で、今鼻水垂らしてるわけですから。うん。だからまあ、あのー、 ビジネスをやっていく上で大事なことは、あの、知っているじゃダメで、使えてるのか使えてないのかっていう、売り上げができてるのかできてないのかっていう、それを使いこなしてね、あの、売り上げを作れてるのかっていうのが本当に大事なことかなと僕は思いますけどね。うん。それ知ってますよ、みたいなね。ね。あの、なんか、この前のやりとりでもありましたけど、あのね、あの、よく懇親会行聞くとね、それ知ってますと。 その人知ってますとかね。<laughs> あ、それ知ってますとかね。<laughs> 見てますとかね。うん、知ってます、見てますとかね。<laughs> でもやって結果出してる人はそこにはいないんですよね。<laughs> だって稼いでるからセミナーに参加する人はないですよね。そう。<laughs> そんな感じですね。いってらっしゃい。